バイオンの四面像全体図バイオンは、カンボジアのアンコール遺跡を形成するヒンドゥー、仏教根校の寺院跡。アンコールトムの中央付近にある。バイオンの呼び方で広く知られているが、クメール語の発音では、バイオンの方が近い。バは、美しいという意味で、ヨンは、塔の意味を持つ。バイオンを特徴づけているのは、中央指導をはじめ、塔の四面に彫られている、人面像である。 人面像は関税菩薩像を模しているというのが一般的な説である。しかし戦士を表す墓飾り付きの冠を被っていることからジャヤーバルマン七世を神格化して偶像化したものであるとする説も存在する。また二十一世紀に入り三次元 CG 化と解析によりヒンドゥ教の神々を表しているという説も出た。この像はクメールの微笑みと呼ばれている。 また他のアンコール遺跡に残るクメール建築と同じく疑似アーチ構造を多用した建築構造を持っている。建築全体では概ね3層に分かれており、高さ約43メートルと言われる中央指導を中心にその第一層に2重の回廊が配置された構造となっている。50近い等に合わせて117個の人面像が残る。 人面像の高さは1.7から2.2メートル程度で、ここにバラつきがある。第一層第一層には、東西南北全方向に門がある。中でも東門の近くには両側に、池のあるテーラスがある。第一回廊にもレリーフが残る。アンコールワットにも存在する、七地海藩のレリーフ、などであるが、保存状態があまり良くない。第二回廊は、 約160メートル120メートル。正面は東側を向いている。現在残るレリーフは他のアンコール遺跡とは大きく異なった特徴を持つ。第二回廊には、チャンパとの戦争の様子やバイオン建設当時の市場の様子や狩りの様子などがレリーフに彫り込まれており、庶民の暮らしをうかがい知ることのできる貴重な資料にもなっている。第二層十六の塔があり、 どの塔にも前述の観音菩薩と思われる四面像が彫られている。第二層の回廊にはヒンドゥー教色の強いレリーフがデザインされている。第三層第三層はテラスとなっており、やはりどの塔にも観音菩薩と応式四面像が彫られている。第三層の中央には過去にシバリンガが置かれていたとされるが、後世の人が除去し、現在では 神座部仏教の像が置かれている。アンコール王朝の中高の祖といわれる、ジャヤーバルマン七世がチャンパに対する戦勝を記念して12世紀末、頃から造成に着手したと考えられており、石の積み方や材質が違うことなどから、多くの王によって徐々に建設されていったものであると推測されている。当初は大乗仏教の寺院であったが、後にアンコール王朝に、 ヒンドゥー教が流入すると人全体がヒンドゥー化した。これは建造物部分に仏像を取り除こうとした形跡があることやヒンドゥーの心臓があることなどからも推測できる。1933年にフランス極東学院の調査によって中央指導からブッダの像が発見された。ありがとうございます。